お待たせいたたたししましたただいまより気候変動アクション日本サミット2019第2部を開始させていただきます開始にあたりまして本日ご来場をいただきましたご来賓の皆様方からご挨拶を頂戴いたしますまず初めに環境大臣小泉進次郎様よろしくお願いいたします 皆さんこんにちはご紹介いただきました小泉進次郎です、えー、今日は気候変動アクションサミット日本サミットということで環境大臣としてご挨拶の機会をいただきましてありがとうございます、えー、アクションサミットの日にチリが一つのアクションがありました12月に私もチリに行く予定で準備を進めておりました COP25 これがチリの今の状況に鑑みましてチリの方からこれがキャンセルだとニュースが飛び込んできたのは今日の会場の皆さんが特に気候変動を取り組んでいる関係者の方が多いわけですからもうすでにご存知のことだと思いますただ今開催方法開催場所など時期も含めて さまざまな調整検討も進められているということですから我々環境省としてどこでどのような形でいつ次のコップが行われようとも全く揺らぐことのない準備を進めていきたいと思います今日は清吉さんそちらにいらっしゃいますがニューヨークでもお世話になりましたアクションサミットということでアクションということに限って一言ご挨拶をすれば 間違いなく日本のアクションは次々と繰り出されていて問題はそのアクションが正しくそしてそのアクションの中身が世界に十分に伝わりきれていないと、えー、そのことが一つ私は問題視として持っていますニューヨークに行く直前にニュージーランドのアーデン首相とお会いしましたニュージージランドから 炭素中立性連合に入らないかというオファーを日本は受けていましたので私が大臣になって直後でありましたがニュージーランドのアーデン首相とは去年私が大臣になる前にニュージーランドでお会いしている縁があったのでぜひお会いをして日本は入るというその参加表明をしたいということで調整をしましたそして会った時に入ることをお伝えをしてその後ニューヨークに行きました 国連ののビルの中でたまたまアーデン首相とばったり鉢合わせをしてアーデン首相から呼び止められて「ヘイヘイミニスター」とグティエレス国連事務総長と会ったから日本が炭素中立性連合に入ったということを伝えたらすごい喜んでだよとそう言われましたそして私が安倍総理とグティエレス事務総長の会談に同席をしたところグティエレス事務総長から シナリオにはなかった発言ですがいきなり指さされて日本が炭素中立戦連合入ったんだってニュージーランドの首相から聞いたよとそれで私が経緯を説明しました日本に帰国をしてアイルランドの前大統領のロビンソンさんに会いましたロビンソンさんからも日本が炭素中立戦連合に入ったって聞いたよとそして 2週間前に炭素中立性連合のメンバー国でもあるマーシャル諸島の大統領と環境省でお会いをしましたその話で盛り上がり残念なことにチリでの開催はなくなりましたがチリであったら炭素中立性連合の仲間同士として次何があるか考えようねという話で盛り上がりましたこのように一つのアクションがこの気候変動のコミュニティの中で 今いいいろろろなところで伝わり始めています私はそれをもっと伝えたいしこれから環境省としてもさらに具体的なアクションをいかに国だけじゃなくて自治体そして企業ノンステートアクターといわれるさまざまな皆さんを一緒になって協力できる形で取り組んでいきたいと思います最前列に横浜市から薬師寺さんがいます薬知事さんにも 国連でお世話になりました東京都京都市そしてそれに続く2050年ネットゼロこの宣言を薬師寺さんの思いで国連の場で横浜も宣言をするということであの国連非常に盛り上がりました今私の中ではいかに2050年ネットゼロこれを自治体の中でより 手を挙げてくれるところを増やせないか今模索をしながらそのネットワークを広げていきたいと考えております私が先日の国会でその2050年ネットゼロとはまだ言いませんが日本の目標として2050年以降できる限り早い時期に脱炭素社会を実現をするとそのことを2050年以降できる限り早い時期にということは2051年を含むと そういうい国会答弁をした思いはまさに私なりのその道筋に向けた思いを表現をしたわけでありますぜひこれからも皆さんと一緒になってアクションを積み重ねていきたいと思いますし日本のアクションがそして今まで長年にわたって取り組まれてきた皆さんの思いが世界に正当に伝わっていくように取り組んでいきたいと思います 今日は、基調講演でトッピングさんがお話をされたと聞きました、私も今、ここに登壇をする前に、裏でトッピングさんとお話をさせていただきましたが、金融の世界においては、日本は TCFD、SBD、そしてさまざまな ESG の取り組み、これは世界でも胸を張っていいと思います。2週間前、イングランド銀行のカーニー総裁が日本に来ました。カーニーニ総裁が日本ででスピーチの中で この分野において日本はリーダー役であると明確に言っていますもちろん石炭火力の海外への輸出と日本が批判をされているところはありますしかし日本が胸を張ってリードしているところは言っていかなきゃいけませんそういったことを私は伝えたいと思いますし環境省としても今月日本としては初めてとなる ESG ファイナンスアワードというアワードを創設をして来年2月には大臣賞を 受賞すするとというこでで初めての取りり組みでありますがアワードを創設しましたので今日もしも金融機関の関係者の方がこの会場におられましたらぜひ応募をしていただきたいというふうに思います最後になりますけども今回この気候変動のアクションサミットで言えば最後に海洋プラスチックの問題もありますこれは日本が G20 の大阪のサミットで大阪ブルーオーシャンビジョンという目標を関係国 G20 で合意ができましたがさらに G20 にとどまらない取り組みに広げていけるようにこれからも日本のアクションを取り組んでいきたいと思いますし具体的な一つの取り組みとしては来年から日本のスーパー、コンビニレジドラッグストアありとあらゆるところでレジ袋の有料義務化が始まります。 今、これに向けて環境省、経産省一緒になって、えー、一体どういう詳細の制度設計をするかを審議会の方で問んでいただいておりますが総量としてはもちろん日本全体のハイプラの量を考えれば中国と比べたら、えー、かなり小さい部分ではありますがやはり最終的に本質的な根本的な気候変動アクションを起こせるかどうかは一人一人の国民の皆さんを巻き込めるか。 そこにかかっていいると思います来年いい形でそういった取り組みも進めていけるように引き続き頑張ってまいりますので皆さんどうかよろしくお願いしたいと思います改めてこの機会にご挨拶をいただきましたことご挨拶の機会をいただきましたこと末吉さんをはじめこの関係者の皆さんに心から御礼を申し上げましてご挨拶に返させていただきますありがとうございました小泉様ありがとうございました 続きまして外務副大臣鈴木啓介様、よろしくお願いいたします。<laughs> <laughs> えー、ただいまご紹介をいただきました、えー、外務副大臣の鈴木啓介であります。 あの本日はこの気候変動アクション、えー、日本サミット2019ということで、まあ、本当に大変多くの皆様方にこうしてお集まりをいただいて、えー、こうした会合が開催されますこと、えー、まずもって心からお喜びを申し上げたいと思いますしまさにその代表でもあります清家、えー、さんもそれいらっしゃいますけれども、まあ、そうした多くの皆様方のお力で、えー、こうした機会が持てますことを私からも、えー、併せてお祝いを申し上げたいと思っております。 先日、今年は日本は G20 の議長国でありますその大阪で行われました G20 サミットにおきましてもそこの議長総括首脳宣言においてこうした記述がありました我々は公的および民間資金の動員および両者の連携を含む持続的開発のための包摂的資金調達ならびに低排出および強靭な開発のための 幅広い分野におけるイノベーションを促進するために努力をする。えー、非国家主体を含む広範な参加を得て、すべてのレベルにおいて気候に関する行動を取ることがこのようなパラダイムシフトを実現させる鍵となるというものであります。まあ、そしてあの私はあのこの夏までは財務副大臣を務めておりましたけれども、同じく福岡で行われました財務大臣大講、その時には。 TCFD 先ほど小泉さんからもお話ありましたけれどもこの報告についても G20 として受け立ったところでもありますまさに今大きなパラダイムシフトにわれわれは直面をしているんだろうと思いますこちらにいらっしゃる多くの皆様方ご承知のようにもはや気候変動のリスクというものは選択ではなくて所与の現実でありますどうやってここを乗り越えていくことができるのかそのためには 当然、私ども政府も適切なレギュレーション、あるいは適切な税制も含めた仕組みを作っていかなくてはなりません。適切なマーケットが常に適切なイノベーションを加速をさせる、まさにそうした原則の下で、そうしたことに努めていかなくてはいけないのは事実であります。しかし、それと同時に、まさに今日お集まりいただきました皆様方、一つ一つの企業、あるいは一人一人の個人、 まさにこうしたお一人お一人、あるいは一つ一つの企業の行動がどう変わっていくのか、どう変えていくことができるのか、そうしたいいエコシステムをどう作っていくことができるのかというのが、これからの一番重要な鍵であろうと思います。特に今日は企業の方も多くいらしておられますけれども、従来、非財務情報ということが言われていました。しかし、こうした非財務情報、もはや財務のリスクと直接コネクトをされた、そうしたものになっております。 まさに財務非財務ということではなくてビジネス本体に直接密接に関わる、まあ、そうした長期的なリスクの一つとして我々はこうした気候変動に関するさまざまな要因を考えていかなくてはなりませんまさにそうしたさまざまな制度設計をこれから私どもとしてもしていく中で、まあ、一つには民間企業の皆様方あるいはお一人お一人の皆様方がどう実際にそうした評価をされるのか、まあ、こういった点についてもえきちんとこれから 適切なななな議論を積み重ねてていいいかなくてはならないんだろうと思います、まあ、ぜひ今日こうした形で多くの実務家の皆様方あるいはトップリーダーの皆様方にお集まりをいただきました世代ということにおいても様々な世代を超えて一箇所にこうして集まっておられることまさにそれがこれからの日本としてのイノベーションを加速していくようなさらには世界の議論をリードしていくようなそうした枠組みを作れるようなそうした発射台として今日の会議が ぜひ、活発な議論の中で成功に終わりますことを、私からも心からお祈りを申し上げたいと思います。最後に、ご参加の皆様方の一層のご発展を心からご懸念申し上げまして、そして、私ども実は今日の挨拶に伺う三人の政治家は、いずれも、 政治自民党の青年局長というものを務めてまして、まあ、次の世代をわれわれとしては考えていかなくてはいけない、そうした若手の政治家でもございます、皆様方と一緒にこうした取り組みを進めていく、そのことを改めて決意もさせていただきまして、私からのご挨拶とさせていただきたいと思います。おめでととううごござざいいままます鈴木様様ありがしした続きまして経済産業副大臣牧原秀樹様 よろしくお願いいたします皆様こんにちは私で最後になりますので経済産業副大臣のあの牧原でございます本日気候変動対策に積極的に取り組む皆さまが末吉会長をはじめ本当に一堂に返されてこのように盛大に気候変動アクション日本サミットが開催されますことを心よりお喜びを 申し上げます、えー、初めにあの今般の一連の台風で被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げますまあ現在、えー、政府一体となり一日も早い被災地の復旧に取り組んでいるところでございます、まあ、この台風の話題が、えー、今日の会合でも出たというふうに、えー、伺っておりますまあこうした、えー、今までにない豪雨や、まあ、台風というようなものがまあ気候変動の一因であるというふうに まあ考えられておりましてこうした異常気象が世界各地で発生をしている、えー、世界全体で気候変動対策を進めていくことが、まあ、喫緊の課題というふうになっておりますあの私自身、えー、環境大臣政務官を、まあ、経験をしております2013年から14年のことでした、えー、その時にはパリ協定に向けた、まあ、議論をしているところでございまして、まあ、その後、まあ、環境部会長大臣になり、えー 自民党の中では温暖化対策の調査会の事務局長になって党としてのパリ協定の対策を取りまとめる環境族の役割を果たしてきましたこうした中でパリ協定が決めた時に大変大きな興奮もありましたしそしてこれパリ協定では今世紀後半にはカーボンニュートラルを実現をすることを目指すと。 いうことでございましたこのような大幅な排出削減というのは従来の取り組みの延長だけでは実現できない従来にない非連続的な革新的なイノベーションが必要不可欠であるというふうに思っております。その創出にはこうした 解決に向けたイノベーションに取り組む企業に世界中から資金が集まり企業の皆様が気候変動対策を進めるそして次なる成長を実現するこうした環境と成長の好循環こそ重要になっております、まあ、こうした観点から我が国では技術の重点化や新たな政策ツールを示す革新的環境イノベーション政略を 今,今年の末までには取りまとめることとし現在有識者等による検討会において議論が積み重なられております。 また気候変動に積極的に取り組む企業への ESG 資金を促すため経済産業省としては企業による気候変動関連の取り組みを開示する枠組みであります TCFD に基づく情報開示を推進しておりますさらに世界の TCFD 賛同期間数874期間のうち日本の賛同期間数が世界の最多の200期間に上るという状況を踏まえ 今年今月の8日に世界の産業界や金融界のトップが一同に会する世界初の TCFD サミットを、えー、主催させていただきました、まあ、こうした取り組みを通じて、えー、経済産業省としては我が国に企業による、えー、気候変動関連の取り組みの情報発信や金融機関との建設的な対話などを支援していきたいと思っております、えー、加えて気候変動対策に必要なイノベーションの創出には、えー、民主導で行うことも重要です、えー、経済 産業省はイノベーション創出に取り組む企業の研究開発なども力強く後押しをしてまいります。 最後になりますけども真に意味のある気候変動対策は世界全体での取り組みが不可欠ですこの環境と成長の根循環とのコンセプトを世界に発信していくとと,ともに皆様や関係省庁とも手を携えていきたいと思っております、まあ、個人的にもおそらく政務では初めて環境の政務そして経産省の政務また党でも両方の部会の部会長代理を務めた者としてこの環境と経済の連携 深めてまいりたいと思いますあの今日も話してたんですが昔は環境省と経産省仲が悪かったとか言われてるんですけど今は本当に一致団結、えー、同じ方向に向かっておりますのでぜひとも皆様からも、えー、そういうご信頼を得て、えー、取り組みを進めてまいりたいと思いますご清聴ありがとうございました牧原様ありがとうございました続きまして金融庁チーフサステナブルファイナンスオフィサー池田さと様 よろしくお願いいたします。<えー笑>あ、拍手ありがとうございます <laughs>、えー。ただいまご紹介預かりました、あ、消えてる。チーフサステイナルファイナンスオフィサーというのを近所でやらせていただいてます池田と申します。 えーと今日は私、あのー、私挨拶してくれと頼まれまして本当に私でいいのかなと僭越だと思ったんですがぜひということなのでこの機会あのごのごさ拶させていただければと思います。まああのー、今回の 気候変動サミットは、まあ、アクション日本サミットということで、えー、開催に至りましたことをまずはお喜び申し上げたいと思いますしその開催に至るまでの皆様のご尽力に敬意を表したいと思います、まあ、アクションということについて申し上げますと私も実はあのフランスのパリから先ほど帰ってきたばかりでして実は OECD のグリーンファイナンスフォーラムというのが開催されておりますが、まあ、そこで、えー、とパネリスト と務めさせていただきましてそこでは TCFD コンソーシアムのですね、えー、日本の取り組みを、まあ、ささやかではございますがあの私微力ながらアピールさせていただいてきたところであります、まあ、OECD のその一つのアジェンダの中でもこの気候変動と金融というものが非常に重要なテーマになってきていることに表れておりますように まあの気候変動と金融というテーマはパリ協定以降ですね、まあ、非常に重要なテーマ分野として議論がまさに進展しつつあるところでございますでこうした中であの金融庁は金融行政のまあ究極の目標というのはですね、まあ、企業あるいは経済の持続的な成長あるいは国民の皆様の安定的な資産形成を通じてですね 国民全体のこの福祉を増進していくということがまさに金融行政の目標だという認識に立ちまして、そうした観点から取り組みを進めてまいっているところでございます。そもそもその投資をめぐるまあインベストメンチェーンをはじめといたしまして、中長期的なまあインベストメントのこのバリューをですね高めていくということを実現するには。 中長期的なさまざまな事象に対してフォワードルッキングにリスクと機会を把握していく必要があるわけですでこうしたリスクと機会の中には当然ながらこの気候変動の問題が入ってくるということでまさにその金融上のインパクトをですねどのように把握していったらいいのかというこの議論のフェーズになっていると思っております。 まあこのためにまあ先ほどから盛んに言及されておりますように金融庁としてもですね経済産業省や環境省さんと共同して TCFD コンソーシアムまあ民間主導の取り組みをバックアップさせていただいておりましてこれによってですね企業あるいは金融の皆様の気候変動の,このリスクと機会これを的確に把握し TCFD 提言に沿ったまあ開示がなされていくということをサポートさせていただいておりますまたあの金融監督当局の間でもですね NGFS というこれはネットワーク for greening the financial system の略でございますけれどもまあそうしたネットワークが形成されましてここにおいてですね気候変動の まあリスクが金融システムにどのような影響が与えるかということの議論が進捗しておりますし同時にこうした NGFS の取り組みがですね徐々に金融のグローバルスタンダードを定める FSB フィナンシャル・スタビリティ・ボードでありますとかあるいはバーゼル銀行監督委員会のようなところにまあ広がりつつあるわけですでこうした動きに対してまあ金融庁としてもですね、えー、関係の皆様と協力して取り組みを進めていきたいと思っている次第でございます。 あの本日ここにお集まりのこの企業関係の皆様でありますとかあるいは金融関係の皆様におかれましてはぜひこの気候変動に関わるリスクや機会につきましてそれぞれの企業価値を守るご自分の企業価値を守りさらにこれを成長させていくあるいは金融関係の皆様であれば投資あるいは融資の価値を守りまたそれを成長させていくまあこういう環境と 成長の好循環の実現に向けましてますます取り組みがあの進められていることを期待申し上げたいと思いますし金融庁としてもそれをぜひサポートしていきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします簡単ではございますが私からのご挨拶とさせていただきますご清聴ありがとうございました池田様ありがとうございました